皆さんこんこにちはレクセン人講師の松本です今回はですね2024年の土地家屋調査試験の合格を目指すかつもう既に土地家屋調査試験の学習経験があるぞそんな方に向けた動画となっておりますこの動画をご覧になられている皆様の多くが令和5年度の土地家屋調査試験を受験されたそしてあまり思ったように得点することができないんじゃないかうんあんまりうまく回答できなかったよそんなふうに思われている方が多いんじゃないかと思っております はい、なので、まあ、そんな方ですとなかなか、うん、もう一度頑張って勉強再開しよう、ね、なかなかそんな風に気持ちを切り替えるすぐにすぐ切り替えるというのは難しいかと思いますですけれども令和6年度の本試験合格リベンジを目指す方であればなかなかそんなね立ち止まってる時間もないぞというところになります一日でも早くね学習再開できますように、ね、少しでも頑張って気持ち切り替えていけるように頑張ってまいりましょう はいそしてですねックではそんな皆様のね学習をサポートするために学習経験者向けのコースあるいは講座なんていうものをご提供させていただいております。はいそしてですね今回はじゃあその学習経験者向けの講座ですとかあるいはコースってどんなものがあるのそしてどういう方にはどんなコースがおすすめなのそんなあたりのお話をさせていただければなと思っております。ははいそれではですね はい、お手元にある方は、まあ、あんまりない方が多いかと思うんですけどある方はぜひね、この2024年合格目標、学習経験者向けのパンフレット、ご準備ください。この青を基調としたやつですね。で、これ、ないよっていう方も、私がこうやってね画面に映しながら説明させていただきたいと思っておりますので、ぜひね、その画面を見ていただければ十分かと思います。はいそれではですね、はい、コース選びが合格への次なる一手、選べる4つのコースとあります。選べる4つのコース じゃあどんな4つのコース、があるのの早速見てててままままいいいいいりりししょうははい、は枚めくっていただきペ、はい、ページ3ペーージジになります、はい、4つのコース左からフルコース、コンパクトコース、書式強化コース、そしてベースアップコース、この4つのコースがあるぞということになります。そして、これそれぞれアルファベットがついてるんですけれども、ちっちゃいですけどね、A、B、C、D とアルファベットがついてるんですけれども、このアルファベット、はい、A、B、C と D です。 abc と d では明確に下があるここですね。ここには明確な差があるぞということ。まず先にね。お伝えさせていただきたいと思います。じゃあ、その差があるという d コースはい、ベースアップコースって何ですか？はい、ベースアップコース全90回となんかずいぶんボリューミーですね。はい、先ほどお見せしました。abc の3つのコースに組み込まれている講座というものは？ ABC の3つのコースに組み込まれている講座はあらかじめ学習経験者向けに作られた講座が組み込まれているコースということになります。じゃあこの D コースは、はい、基礎からきっちり固め直す、はい、全90回学習経験者の方にも実はいろんな方がいらっしゃいまして例えば学習経験者ではあるんだけれども、うん、実はもう5年ぐらいブランクがあってですとか。 あるいは一度やったんだけれども、実は全然理解できてなくて、そんな方もいらっしゃいます。なのでです、一からもう一度しっかりインプットやっていきたいよ。そんな方におすすめのコースになります。ベースアップコース。何かと言いますと、このベースアップコースには、初学者向けの講座であります、インプット完成講座が組み込まれております。なので、基礎からきっちり固め直す。そして、全90回とすごくボリューミーになっちゃうんです。なのでです、一からインプットしっかりやり直したいよ。かつ、 全90回にもなりますのである程度時間学習の時間が確保できるよそんな方におすすめのコースになります。はい、ベーーススアップコースになりますじゃあ他の3つのコースは、はい、フルコースコンパクトコース書式強化コースこの3つがあるんですけれどもこの3つのコースご紹介するにあたってその中の講座について少しご,ご説明した方が分かりやすいかなと思いますのでその講座につきまして説明させていただきたいと思います。 はい。それでは、1枚めくっていただきますと、これですね。はい。スピードと正確性を手に入れるスーパートッ講座というところで、こちらが学習経験者向けのコースに組み込まれている、学習経験者向けの中核を担う講座ということになります。はい。ですので、はい、先ほどお見せしました A、B、C、3つのコース、いずれにも組み込まれているということになります。で、1点注意していただきたいのが、この書式強化コースについてだけは、 このスーパーパ特訓講座、択一線と記述線、両方あるんですけれども、この書式強化コースについてだけは、はい、記述のみになります、卓一線が入っていないぞというところ、その一点だけ、ね、ちょっと注意していただきたいなというふうに思いますはい、ではじゃあ、この中核を担うスーパー特訓講座、どんな講座なのかな、軽く説明させていただきたいと思います。はい、16ページはいいペページスーパーージジスパ講座 はい、卓一編十回、記述編十回の計二十回、はい、担当は私松本がさせていただきます。はい、卓一も記述も両方私が担当いたします。はい、じゃあスーパードクン講座、はい、どんな講座なのか。スピードそして過去問分析を徹底的にやっていただく講座になります。このスーパードクン講座で扱うベースとなる問題というのはこれは過去問になります。 なんだ過去問かって過去問だったら自分でできるよ、はい、そういう方もいらっしゃるかと思いますなんですけれどもこのスーパートックン講座はただ過去問を解けるところで終わらす講座ではないんですそこをコンセプトとしている講座ではないんです何かと言いますと例えばじゃあ択一から考えていきますと択一、はい、直近10年分の過去問をベースにこれを分野ごとに足別にバラバラにしますそしてバラバラにした上で一問一答形式で皆様に演習をしていただく でたたただだ演習ししてていただいい解けましたでで終わらせないんですその上でじゃあその論点と、はい、派生する論点ですとかあるいは対比となる論点あるいはちょっと違うんだけれども似ている論点、はい、こういうものを一つの足からぐるーっと網羅的に皆様にお伝えして覚えていただきたいんですそういう学習をしていただく、はい、そうしますとここが問われたらここは解けるだけじゃなくてこっちが問われても解けるぞこっちが 問われても解けるぞ。はい、そんな風に網羅的に皆様に押さえていただく。はい、そしてです。メリハリもつけていただきます。はい、足ごとに。もちろん問題によってはこんな深入りしなくてもいいよなんて論点ありますよね。そういうものはもうバッサリ C ランクなんてお伝えします。深入り厳禁なんてお伝えします。はい、そうしますと実際に本試験でわけのわからない問題が出てきたとしても、あ、これは深入りしちゃいけないんだな。はい、そういう風にバッサリ切り捨てられるのでスピードもアップ上がっていきます。 当然、先ほどの網羅的に学習していただければ、当然、それもスピード上がりますね。そういうところから、択一についてはスピード力、当然、あと正確性、これも上げていただくということになります。じゃあ、記述は、はい、記述につきましては、下ですね。はい皆さんはもうすでに記述、ね、何度も何度も解かれていると思うんですけれども。 実際に記述問題、なんとなくで解かれている方って結構いらっしゃるんじゃないですかね。なんとなくで、なんとなく読んで、なんとなく書いて、なんとなく計算して、なんとなく図面書いて、そんなふうに終わらせている方も結構いらっしゃると思うんですけれども、このスーパートックン講座、記述の中では、はい、まず記述に必要な、はい、記述を解くために必要な知識のほかに、その解答へのアプローチ方法、これをもう一度ちょっと一緒に考えませんか、そして考えた上できちんと手順を踏んでいく。そうすることによって なんでしょうねクリーンに綺麗にスパッと流れるように記述問題解けるようになっていただくそこを目指していただきたいんです、そのためにですはい記述問題を解く中である読む、書く、計算、作図、はい、これら4つに分けましてこれを細分化してこの4つに分けたこれをそれぞれ徹底的に訓練していただくんです。読む書く計算作図 えこんなの当たり前にやってるよって読む書く計算作図、はい、そう思われる方もいらっしゃると思うんですけれどもここで言ってる例えば読む、はい、この読むはただ問題文を読むっていうことじゃないんですただ読むだけじゃないんです例えばですけれども、はい、最近のね本試験なんかすごく問題長文化してる傾向ありますよね、はい、その中で回答に必要な情報とそうじゃないなんか惑わせてくるための情報なんてあったりするじゃないですか。 でそれをですそれをきちんと、例えばですね回答に必要な情報だけを集約するためにマークしたりですとか、あるいは要点書き込みしたりですとか、回答にすぐ行けるように情報をまとめておく、こういうことをしていただいて、かつ、この必要ない、回答には必要ない、ちょっと惑わしてくるような論点をきちんと、何でしょうね、目星をつけて、弾いていく、そんな訓練をぜひしていただく、そういうのも含めて、読むになります。そういういの含めて読む はい、そうしますと当然、目付けがで,できてきますと、当然必要な情報はこれだね。で、ここはよく引っ掛けてくるんだよね。はい、そういうところが分かりますので、当然スピードつながりますね。そして、書くです。書く。そしてその後の計算につながります。で、この書く計算の順は大事にしてくださいね。はい、計算、特に数学が苦手な方ですと、まあ、計算ね、特に座標値出せるかな、皆さん心配になるんですね。心配になるので、まず真っ先に計算やろう。そんな方いらっしゃいませんかね。 うん、私は結構計算好きだったんですけど好きだからこそまあなんか計算先にやり,やりがちだったんですね。でそれはやめましょうっていうのがここです。これ書く計算計算いいですよ皆さんじゃあ計算先にやりましたやって座標値出せればいいですよはい5分10分かけて出せましたならまだいいですけどもし出せなかったらどうしますすかか真っっっ先ににに計算に飛びついたた結果座標値出せななそうなりますと皆様のの手元に残ってるのは何ですか 白紙の答案用紙紙ですね白紙の答案用紙ということは、そこに書かれている内容だけでは点がつかないわけです。なのでです、ね、点取りゲームです。調査士の本試験は点取りゲームなのでです、はい核をまず先にやっていただく、書けるところは申請書なども含めて、全部書いていただきます。書いた上で、まずある程度の点数確保しちゃいます。確保した上で、その後に計算をやっていただきます。そしてその計算も必ず、このスーパートックン講座の中で、本試験に使えるような、ね、必要となる計算方法はお伝えいたします。 その上で作図に取り掛かっていただくぞでこの作図も当然座標値算出できた場合だけじゃなくて当然座標値万が一算出できなかったとしても図面作成するそんな方法なんていうものもお伝えさせていただければなと思いますはいスーパートックン講座択一記述こんな、はい、講座だぞというところです学習経験者向けの中核を担う、はい、スーパートックン講座ですじゃあ他の講座についても、はい、少し説明させていただきたいと思います はい14ページ、はい、基礎数学講座ということになります、基礎数学、はいこれはもう読んで字のごとくなんですけれども、はい、基礎数学、数学が苦手な方には、もう初めからもう座標値の算出、諦めてるよ、そんな方もね中にはいらっしゃるんですよね。ですけれども、ここ最近の本試験では、そこまで高度な数学的な知識、要求されない、そんな問題が増えてきています。なのでです 調査士試験に必要となる数学的知識基礎的な知識は一旦網羅的にやっちゃいましょうそしてそれと合わせてひもづく関数電卓の操作方法一部では複素数計算モードによる操作方法なんかもここでお伝えしますはいぜひね数学苦手だよっていう方にぜひ受講検討いただきたい基礎数学講座担当は私ですはい全3回の講座になりますねはいその他には、はい、15ページリスタート講座になりますリスタート講座 最初に ABCD の D コースについて少しお話し,しましたね。1から学習したいんだ。初学者向けのインプット完成講座がついている D コース。1、はい、から学習したい方にはおすすめだとお伝えしました。はい、なんですけれども、そこまで1からというほどではないんだけれども、でも確かに、はい、ちょっと基礎力足りてないかもな。もうちょっと土台しっかりした上で、例えばスーパートックン講座ですとか、そういうところに臨みたいなという方に向けての、はい、講座になります。リスタート講座。 はい、重要事項を総復習というところで、はい、全10回で民法、不動産投記法、非課特定調査手法の重要論点を総ざらいしていく講座ということになります。担当は福島講師になります。はい、そしてこのリスタート講座の目玉はこれですね。はい、最新2024年向けのベーシックテキストがついてきます。はい、これを使って講義していくということになります。最新2024年向けベーシックテキスト。はい、そしてこの、 基本書と呼ばれるテキストですね、これ、例えば5年ぐらい前のものを持ってるんだという方も中にはいらっしゃるんです。で、その5年前のテキストで今も学習してるんだよ、そんな方もいらっしゃるんですけれども、例えば5年ぐらい前になりますと、結構もういろんな改正ありますよね。民法もありますし、不動産登記法規則とかありますし、そして何より令和5年の3月28日の各種通達なんてものもありますよね。そういうものをやっぱり古いテキストで学習する。で、別個にその改正点だけ追っていく。これはちょっと非効率ですよね。なのでです。 最新の2024年向けベーシックテキストを使用して学習していただくそしてこのリスタート講座以外にも他の講座で学んで戻ってくる基本書としても使える非常に復習しやすくなりますなのでこの、はい、ベーシックテキストがついてくるこのリスタート講座非常におすすめになりますはいでは続きまして18ページはい続いては計算特訓講座になります計算特訓講座はいこちら全7回で担当は池永講師になります でこの計算特訓講座、これもね計算を特訓する講座、もう見ているのそのまんまなんですけれども、はい、この計算特訓講座、先ほど基礎数学ってありましたね、あれよりもさらに1ランクも2ランクも上の計算テクニック、関数電卓の操作方法、こちらを学んでいただく講座になります。はい、数学的な知識というよりも、はい、調査士試験に必要な計算方法ですとか、そういうものを学んでいただく、そして、はい、どういうふうに学んでいくのか、過去10年じゃないんです。 20年以上の本試験のその計算部分だけを抜粋したテキストそれをドリルのように繰り返し学習していただくことによって計算得意になっていただくでしかもですしかもはいこちらにも書いてあるんですけども複素数計算モードの操作方法これ先ほど基礎数学でも少しお伝えすると言ったんですけどもさらにそこからすごいテクニック満載ですすでに使ったことあるよっていう方であってもあそんな使い方あるんだそんな解放の仕方あるんだそんなテクニックが目白押しの はい。計算特訓講座になります。ぜひね、これもお勧めしたいところになります。はい。では続きまして、19ページ。はい。次は、申請書マスター講座になります。申請書マスター講座。はい。これはもちろん、申請書を得意になっていただく講座。申請書、苦手とされる方多いですよね。なんで苦手なのか。うん。やっぱり暗記がすごく多い。うん。あとは、なんかこれと、これ似てる動機なのに、なんか全然違う。ように見えて、ちょっと似てる。みたいな。 なんかそういうところが煩わしいですよねそういうのをじゃあ暗記だけじゃなくてここですねはい、覚える労力を最小限にしたいこれですよねはい、何でもかんでも暗記はちょっときついですよねそれを理解からいけるようにやっていく申請書得意になっていただく講座全8回担当は木村講師になりますはい、暗記が苦手な方申請書の暗記が苦手な方は特に理解から申請書をマスターしていただくそんな講座になりますぜひおすすめですはい 期間講座としましてはそんなような形になるんですけれども最後に22ページですね。はいはい、各種登壇模試ということになります。でこちら、範囲指定登壇、直前ファイナル登壇、そして最終チェックテストとあるんですけれどもこれ、どれがいいかなって選ぶ必要ないですからね、これ、A、B、C、D の4つのコースをご受講いただければこの3つ全部ついてきます。ので はい、それどれ選ぼうかなは大丈夫です。悩まなくて大丈夫。全部ついてくる。なので、直前期のアウトプットはもうこれでお任せというところですね。で、この当連につきましては、また後日そうです、ねあの、当連特化した、まあ、そんなガイダンスなんてものも予定しておりますので、ぜひ、ね、そちらの方で詳しくは、ね、聞いていただければなというふうに思います。はい、いずれにしましても、はい、4つのコース、はい、全部にこの当連3種ついてくるぞというところになります。 はい。では、講座の説明は一通り終わりましたので、じゃあ、その講座が組み込まれているコースについてのご説明、ちょっとさせていただきたいなと思います。10ページ。はい。まずは、フルコースです。フルコース。もう名前の通りですね。フルコース。はい。全部ついてます。はい。中学になるスーパートックン講座、択一線、記述線、全部ついてるぞ。そして、スーパートックン講座を受講するにあたって、もうちょっと一歩手前から基礎的なことをやりたいぞ。基礎通学講座ついてます。 リスタート講座ついてますそしてこのリスタート講座にはベーシックテキストがついてますよ、はい、そして計算特訓講座申請書マスター講座ついてるぞそして各種当連全部ついてるのがこのフルコースになりますじゃあこれどんな方におすすめかはいまずはですねベーシックテキストこれがついてくるので基本書が欲しいよなんていう方にはもちろんおすすめしたいところになりますあとはですね例えば本試験受験受された 受験したんだけれども、まあ、ちょっと明らかに、うん、難しかったな、ちょっと実力足りないかもなってご自身で思う、あるいは点数の基準で言いますと、択、ま、一、あの基準点をちょっと超えられなかった、うん、ちょっと全然足りないな、そんな方におすすめのコースになります。はい、ちょっと、ね、値段としましては、この後にご紹介しますコンパクトコースや、書式強化コースよりはちょっと高くはなったりするんですけれども、はい、ベーシックテキストなどついてますからね、今一度基礎からしっかりと学習したい、はい、そんな方におすすめのコースになりますフルコースです。 はい。そして続いて、11ページにコンパクトコースとあります。コンパクトコース。これ何かと言いますと、期間講座でありますスーパートックン講座が入っております。卓一線、技術線、はい。どっちも入っているぞ。そして各種道連が入っているということになります。じゃあ、下3つは、はい、こちらは有料になってしまうんですけれども、オプションになります。なのでです、はい、このスーパートックン講座をメインに据えつつ、はい、ご自身がその他にもちょっと苦手だな。もうちょっと例えばですけれども、 基礎からやりたいな一旦基礎からやりたいなという方であればリスタート講座、はい、こちらをオプションでつけていただくとかあるいは計算が苦手だから計算特訓講座はオプションでつけるあるいは申請書得になりたいなので申請書マスター講座をオプションでつけるはいこんな風にご自身でスーパートックン講座を中心にカスタマイズすることができるコースだと思ってくださいじゃあこれどんな方におすすめなのか、はい、カスタマイズできますのでまあ何でしょうね、はい、どんな方にもおすすめはできるんですけれどもそうですね基準で言いますと 例えば、本試験を受けまして、択一と記述、そうですね、大体、基準点ぐらい、基準点を超えるぐらい、どっちもいけよ、そんな方におすすめのコースになります。なんですけれども、基準点は超えるんだけど、そのプラスアルファに行かない、ここを補完していただく、そんな学習をしたい方に、おすすめの講座になりコースになります、はい。なのでね、カスタマイズできるぞというところですね。はい、そして、さらに1枚めくっていただきまして、12ページには、書式強化コースがありります書書式式強強化化ココーースス、はい、文字通り書式記述を強化していくコースになります。 何がついているのかスーパートックン講座ついてますなんですけれどもここ1点注意ですスーパートックン講座ついてるんですけれどもこれ記述編のみになります択一編はついてないぞというところはちょっと注意していただきたいところですそして計算特訓講座新請書マスター講座これらがついてるぞそしてト連各種ついてるぞということになりますじゃあこれどんな方におすすめかはい例えば本試験受験されまして択一はもうほぼバッチ十19点あるいは19問あるいは20問取れたよでも記述が 基準点ちちょっっっと割っちゃったんんだ、そんな方にお勧めします。なんですけれども、さらにプラスアルファでちょっと聞いていただきたいのが、はい、先ほどもお伝えしたんですけれども、これ、スーパートックン講座は記述編のみになります。なので、択一編が入っていない、かつリスタート講座なども入っていませんので、択一に関する期間の講座というものが入っていないんですね。なので、です、はい、記述を特化してやりたい、はい、そういう方で、かつ、 令和6年度の本試験受験されるまで、択一のレベルをご自身で保てる、そういう学習をご自身でできる方におすすめのコースになります。はい、なので、ここ、先ほどのコンパクトコースと、この C の書式強化コースですね、この2つで悩まれる方って非常に多いんですね、非常に多いんです。はい、これで、ここからはもう私の意見にはなってしまうんですけれども、もし悩まれるのであれば、ちょっと択一ももしかしたら自分じゃできないかもな。 あるいは、択一ちょっとやっといた方がいいんじゃないかな、少しでも不安がある方であれば、この書式強化コースよりも、個人的にはこちらのコンパクトコースをお勧めしたいなという,ふうに思います。コンパクトコースはカスタマイズできますからね、例えばスーパートックン講座で択一と記述やっていただいた上で、ちょっと申請書とかもやっぱりやっときたいなという方であれば、はい、申請書プラスする、はい、そういうふうに受講されている方も非常に多いです、はい。そんなふうなカスタマイズ性もありますので、もしコンパクトコースと書式強化コースで悩まれるようであれば、私は、 コンパクトコースですね。はい。こちらの受講をお勧めして、お勧めさせていただいております。そしてね、カスタマイズしていただければと思います。はい。そして最後ですね。はい。最初にもお伝えしたんですけども、ベースアップコース。はい。こちらはもう完全に一から学習するインプット完成講座を使用する講座になります。コースですね。コースになります。そして全90回になります。インプット完成講座のほか、申請書マスター講座ついてます。そして各種登連がついている。全90回になりますので、かなりボリューミーですので、 一から学習したい、かつ時間が取れる方、はい、そんな方におすすめのコースになります。はい、そしてこの動画をご覧になられている皆様の中には、はい、実は、うん、もしかしたら、もしかしたらじゃないですね。はい、一応令和五年度の本試験受けて合格する可能性があると思ってるんだ。結構いけるてると思うんだよな。そんな方もいらっしゃるかと思います。じゃあそんな方、でも万が一、万が一があって困っちゃう。はい、学習を止めてたら困っちゃうので、万が一のために勉強はしたい。 勉強したいのでコースは取りたい。でも受かっちゃったらお金もったいないな、大丈夫です。はい、最後のページですね。レックでは合格者受講料全額返還制度というものがあります。なのでです。はい、なので、もう受かる可能性あるんだ。でも万が一に備えて勉強したい。勉強したい方はコース受講されてみてください。で、受講した結果、もう見事に合格されてました。それであれば全額返金いたします。はい、なので、悩まれるのであれば、まずは申し込んでいただいて、で無事に合格したら、 この合格者受講料、全額返還、制度なんてご利用いただければよろしいかと思います。はい、それではですね、今回の動画、これで終わりにしたいと思います。はい、いずれにしましても、4つコース出てきましたね。A、B、C、D のどのコース選んでいただきましても、究極的にはです、究極的には皆様ご自身に合うものを選んでいただければ、確実に合格レベルまではいくことができます。なので、まずは皆様がまあどこに当てはまるかな、自分だったらどういう講座が向いてるかな。 弱点どれだったら克服できるかな、そんな風に、まずはねご自身の状況を見つめていただきまして、そしてコースですとか、講座、ご検討いただければなという風に思います。そしてですねコース、講座、ご受講いただきました時には、もしかしたら私とね講義の中でお会いすることもあるかと思いますので、その時には令和6年度の本試験、合格目指して一緒に頑張ってまいりましょう。それではですね、これで動画を終わりにしたいと思います。お疲れ様でした